クローシェをかぶる、サイレント期のスター女優、ビルマ・バンキー・クローシェ、あるいはクローシェ帽は、頭にフィットする、釣り金型の帽子で、1908年に、女性向けの帽子デザイナーであったカロリーヌ・ルブーが、発明したもの。特に1922年から1933年に、かけて流行した。クローシェの名は、フランス語のベルに由来する。20世紀初頭。 クローシェボーの人気と影響力はピークに達した。ランバンやモリニューのようなオートクチュールの店が自分たちの服に合致したデザインの帽子を作ろうとアトリエを構えミリナーの世界に参入するようになった。当時はヘアスタイルもこの帽子に合うものが選ばれた。ショートカットをなでつけたジョセフィン・ベーカーのイートン・クロップはまさにこの帽子の形を際立たせる理想的なヘアスタイルであり。 大いに流行した。ジョーン・クルフォード、1927年クローシェは、普通フェルト素材で作られているため頭に馴染みやすい。額を隠すように深く被るようでザインされていて、帽子のヘリからわずかに目が覗くところまで被るのが一般的である。後に、サイザルやストロー素材でできた夏用のクローシェも作られたほか、夜会やカクテルパーティー、ダンス、ブライダルなどにも合わせられるよう、 ビーズやレースを取り入れたものも作られている。特にツバの形や縫製の仕方などには、同時代のアールデコ様式から繰り返し多大な影響を受けている。良い帽子であれば、普通は下手やシルエットが映えるようにシンプルに着こなすものだが、クローシエの場合は、アップリケや刺繍を施したり、ブローチやスカーフ、洗浄の羽などをあしらうなどのアクセントが加えられた。 1920年代の終わりには、クローシェを浅くかぶるのが人気になり、1933年、ないし34年になって、クローシェが流行らなくなるまではこのスタイルが王道だった。大抵、クローシェにはいくつもの種類のリボンが添えられていた。このリボンはこの帽子を身につける女性に関する様々なメッセージを表すものであった。例えば人気があったのは、矢のようなデザインのリボンであり、 女性が独身であるが、すでに誰かに思いを寄せている、という意味である。あるいは固く結んだリボンは既婚であることを、派手な長型のリボンは、女性が独身でありかつ異性との交際に関心がある、ことを示していた。クローシェは1960年代に2度目のブームを迎えた。1980年代後半にも、パトリック・ケリーが唾をボタン止めした。 クローシェを提案するなど新たなスタイルが生み出され、再び静かな流行を見せている。クローシェは2007年の秋冬コレクションでも様々なデザイナーに取り上げられ、ファッションシエルは2007年9月号においてクローシェを今季のオートクチュール的アクセサリーと表現した。アンジェリーナ・ジョリーも1920年代を舞台にした映画チェンジリングでクローシェを身にまとっている。ありがとうございます。